Thank you.
の具合どうですか？ええ、もういいみたいよ。ちょっと見てあげて。シエリ、お弁当を持ってきてあげたわよ。一緒に食べましょう。ここで食べてもいいでしょう？ええ、どうぞ。そうだ、これあげるわ。エリス女学館の見取り図よ。あなた、シエリを抱いて保健室に行くとき遠回りしてたわよ。どういたしまして。
The
マユナ、彼氏が来たわよ。何言ってんのよ、そんなんじゃないわよ。どうしたんですか？テニス部の連中じゃ相手にならないのよ。だからマユナに付き合ってもらってるの。私たちに聞きたいことがあるんでしょ？そうよ、あの日もテニスしてたわ。だから帰りが遅くなったの。張ってなかったわ。あの日偶然掲示板を見てから帰ったの。脅迫状はなかったわ。本当よ？いいえ、あの日は特別よ。マユナが呼んだの、掲示板のところで。テニスが終わって着替えた後、マユナと一緒に下駄箱のところに行ったの。靴を履き替えようとしたらマユナが呼んだの、ちょっと来てって。マユナに言われて掲示板を見ると、生徒は職員室には来ないようにっていうようなことが書いてあったわ。二人でこれどういうことなのかなって言ったの。だから間違いないわ。その時は脅迫状はなかったわ。その続きって二人で帰ったわ。それだけよ。あ、そうそう、校門に向かって歩いていく途中でマユナが忘れ物したって教室に取りに行ったわ。いいえ、外で待ってた。なんだっていいでしょ。どうしてそんなこと聞くの？なんだか探偵みたい。